せーの。はい、皆さんこんにちは、ゆうカフェのゆかです。今日はちょっと秋のコーディネートというか、この間の購入品で何個か秋のコーディネートっていうのを作ってみようかなと思うので、購入品を紹介しつつちょっとコーデみたいな感じにしていきたいと思います。それでは購入品1つ目はね、じゃらんじゃん、こういうスタイルナンダで買った、まあ、シンプルな綿のT シャツなんですけど、ちょっと T シャツよりかはね、長い5分ぐらいになってるんですね、袖が。七分まではいかないけど、5分ぐらいになってるので、これからの季節、こう、さらっと着れるし、ちょっとカラーも黒にしてみて、ちょっと秋っぽい、こう、パンツとかに組み合わせれるように黒を買ってみました。で、私は91年生まれなので、90sじゃないですか。なので、この T シャツお気に入りです。あとは購入品の2つ目はね、このザラで買った普通のキボンティーなんですけど、 Polite till I bite まあちょっとよくわかんないというか、結構なんかクレイジーな文ですけど、でもね、普通のジーンズのパンツとかにすごく軽く合わせるのにいいし、しかも秋って言ってもなんかすごく暑い日とかもあるじゃないですか。長袖はまだ早いなみたいな秋の日あるじゃないですか。そういう風にこれでさらっと出かけたりとか、あともうちょっと寒くなってきたらこの上にカーディガンとかシャツを羽織ってもすごい可愛いなと思ったので買ってみました。これは1500円ぐらいだったかな。あとは購入品って言ってもちょっと結構経っちゃってるんだけど、3個目。この結構袖がすごいロングのタイプの基本の白の長袖になります。結構厚めの綿でできてるので、秋冬ぐらいまではいけそうかな。ちょっとこうスワッグなファッションしたい時はこういうのを着るようにしてます。あとはトップスの4つ目はじゃん、このトップスなんですけど、これはトモトモスだったかな、なんていうものかな、 TMTS の韓国のブランド、百貨店とかにも入ってるし、あとは結構ねロードショップっていうのかな、っていうのに店舗が入ってたりとかもするので、そこで買ってきました。後ろはねちょっとこう着ると肌が見えるようになってるんだけど、でもこれからの季節羽織っちゃえばすごく可愛いなと思って買ってみました。みんな5個目はね下に入るんですけど、今私が履いてるチャランのパンツ、このパンツが何だっけ名前、マムツカットとかの、なんかイメージ的にはちょっと80年90年代のお母さんたちが履いてるような、そんなアメリカンなジーンズになってます。で、傷というかなんかあえて入ってないですし、すごい基本の形でこう裾がこういう風にシュンってなったパンツになってます。ボトムの2個目はこんな感じなんだけど、ちょっと古着っぽいのに惹かれたし、あとは切り込みがこの太もものところに1個、そして膝のところに1個っていう風に入ってるので、ね、すごいちょっと可愛い感じがして、ボーイッシュでなんかこうお茶目な男の子みたいな感じなんだけど、太ももに切り込みが入ってるのでちょっとセクシー感も出るかなと思って買ってみました。これはねチェジュのロードショップで買った、チェジュ市にあるんだけど、そこのロードショップで買いました。ボトムの3個目は、この間ソウルでホンデに行った時にホンデのロードショップで買いました。これはここがゴムになってるのに、すごく形が綺麗、楽で綺麗な形で、まさにこの色味が秋カラーだったので、秋にすごい使えそうだなと思って買ってきました。ボトムスの4個目は、着するの難しいんだけど、こういうスカートなのね。でこう巻きスカートみたいになってるから、ほどくと1枚の布みたいになるんだけど、特にでもねすごくラインが綺麗で、これもソウルの高速ターミナルの地下あるじゃないですか、地下のところでなんかポップアップで出てたストアがあって、私もともとブランドとか本当にこだわらなくて、こうやっぱり目で見て歩きながらショッピングして、いいのあったら値段とちょっと考えて買うみたいなのが私のスタイルなんですけど、もちろんたまにインターネットショッピングもするけど、でもやっぱりね歩いててショッピングするのが一番好きな感じかな。こういう下になっててすごく上品で、なんかこうデートとか、あとはなんかちょっと上品なシチュエーションには絶対に着れる、こうザ安定な、お色味だし、私が大好きなちょっとくすんだベージュピンクみたいなお色なので、秋カラーですごく使えそうだなと思いました。
あとは、5個目 GU で買ったねパンツなんですけど、このまた紫っぽい、くすんだ紫みたいなお色がすごく綺麗だなと思って目に惹かれて、で値段も安かったのでその時に即買いしたもので、でここにベルトがあるんだけど、ベルトするとこんな感じ、使いやすいですよ。であとはこの間また TMTS だね、私結構このブランド好きなのかも、それで買ったね。これはタグついてる、47,000ウォンだけどここから 30% オフになった、だいたい3,500円ぐらいで買いました。こんな感じのね、なんかこうワンピース、あとフリーマーケットとか行く時にさらっと着たいような感じのワンピースになってます。小物で言うとこういう帽子とかも買ってきた。もう賞味ダマニーの見すぎだよって言われたらもうそれで終わるんだけど、韓国に住んでる子だったらわかるから。この年にハマっているヒップホップのオーディション番組があるんですけど、私結構こういうの被っててこんな感じね。はい、それでは皆さん楽しんでいただけたでしょうか。今日はちょっといつもはやらないファッションの題材で動画を撮ってみたんですけども、私は実はファッションが大好きな女の子で、なんていうかショッピングモールみたいなのをちょっとやってたことがあって、まあ若すぎてノウハウが全然わからずだったんですけども、それくらい服が好きな人です。でソウルみたいに、ソウルとか東京みたいにこう行く場所がすごくたくさんあって、キラキラした場所っていうわけではないから、チェジュがだから、チェジュに来てから服のスタイルとかもすごく変わったりだとか、結構自然な、なんていうの、あんまり着飾らなくなったかなって思います。で私は上品なスタイルもカジュアルな、そういう着飾らないスタイルもどっちも好きなので、これからも韓国のプチプラのファッションアイテムとかどんどんご紹介できたら嬉しいなと思います。はい、それでは動画が見たいよとかあったらリクエスト待ってます。インスタグラムとツイッターのフォローもよろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくね。では次の動画で会いましょう。バイバーイ、あんにょー。